はい、始まりましたか。 OK です。はい、どうもこんばんは、こんにちは、おはようございます、どうも飯屋会長です。時刻は12月30日23時夜なのに卓球できるんですよ。群馬県伊勢崎市に来ております。今日は何するかというと、僕のお小遣い稼ぎ動画を撮りたいなと思って、今からサーブやっていきたいと思います。よく質問いただくんですけど、あのサーブ、僕ねサーブだけがいいんですよ。サーブだけは上手いって言われてるんですけど、3球目5球目が下手だから、まあ、勝てないんですけど、サーブ自体はすごく、あのね、教えてくださいとか、そういう質問が結構来るんで、ちょっとそう、年末年始皆さん暇だと思うから解説していきたいと思います。ではやっていきたいと思います。はい、僕のサーブ、自分で東洋のマリンとか言ってますけど、東洋のマリン、オフィシャルだからね、中国のマリンが東洋のマリンじゃんって言うけど、さらに東洋、ジャパニーズマリン、マリンサーブ、ちゃんとね、3、4、お、戻ってきた、ま、東洋のマリンサーブ、これどうやってやるんですかって、まあね、このサーブだと僕、ワイキキが得意なんですよ。ワイキキサーブ、ごめんなさい、入ってない、ごめんなさい。 YG さん、これどうやって出すかっていうと、皆さん前腕手首使わないんですよ。手首使うと切れない、いやプラボールになったらなかなか切れないんで、手首使ったらね安定もしないんで、前腕使うっつってもこういうサーブで安定しない。どこでやるかっていうと、肘、エルボーを肘使う。どうやるかっていうと、肘を前に出すのを意識するとサーブ安定してかかります。今のサーブ、リーの村田さんと結構話すんですけど、あのとトップ選手も結構話すから、まあ、そういった話聞くんですけど、みんな押し出す、上から下に出す、こういう感じ、ボールの軌道こんな感じ、こうしない、突き払いっていった場合に、肘で押し出すっていうのが非常に大事となっていきます。あと、なんてだっけ、隠すのなんだっけ、テイクバック、フォロースルー、フォロースルーか、フォロースルーでごまかすっていった場合に、手首視点とか前腕してんだとごまかせないんで、肘を使ってやるとごまかしやすい。とか、肘を前に出してあげることで安定する。これはね、肘使わないで前腕だけでやるとこうなる。うん、肘を出して出すと回転もかかるし、テイクバックやフォロースルーで回転隠すこともできるから、皆さん肘を前に出すように意識してください。今何分ですか？3分です。3分、10分以上の動画にしたいんですよ、広告収入的に。じゃあね、質問があればもうちょっと詳しく解説したいと思います。ここ皆さんいるところなんで、あんまり10分以上ね占領してるのは申し訳ないっていう、3分4分でまとめていきたいと思います。はい、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。